リップだけでも塗っておくかな。こんばんは。なんか黒く見える。メイクしてないのにリップだけ塗ったら浮いて見えますね。まあいいや。まあ、まあ、そう、昨日はちょっと本当に朝の5時から動き始め、そして2公演、まあいろいろあって2公演やって、そして広島に帰ってくるという本当にハードな一日を過ごしたので、配信はできなかったんですけど、そう、フェスがありましたね。そう、誕生日な、誕生日二十歳になって2日後1日でに帰ってきましたね。そんな感じでしたね。昨日が今までで一番忙しかったんじゃないかな。その一つのお仕事でとかではなくてで言うと、昨日が一番、今までで一番忙しかったかもしれない。それロケで一日中こうとかじゃなくて、普通になんかね、何かでっていうのが、Tシャツなんかかわいいこれはレッスン着です。結構着たことあるよこれ。オイスター、あ、アマミシガンか、まあいいか。そう、新幹線もね長いから疲れるんですよね。帰り爆睡、いや爆睡はしてないけど、まあ割と寝てたんですけど、なんか LINE の通知鳴ってパッて見たら、なんか昨日までの提出物の催促が来て、そうやったってやってたら寝しまついたので、そう爆睡はしてないね。でも帰っ、もう夜爆睡しました。インスタのカフェすごい可愛いねって。そう、インスタカフェ、まあでもインスタのカフェとかの投稿の時さ、多分みんなどうコメントしたらいいか多分分からんと思うけど、まあまあまあコメントオフにしてもいいんですけどね。千代さんとかオフにしてるよね。タタタタ、皆さんインスタには慣れてきましたか？カフェのストーリーはピンク、ピンクだっけ？水色だよ。まだまだ新米、うん、新米ですか。
ね、ストーリーないです。これ美味しかった、あの買ったよって言ったやつ。カルビー推しなんでねさ。カルビー、カルビー推し人間。ジャガビーも好きやけど。なんかね、あの東京駅にあのお菓子ランドみたいなあるじゃないですか、キャラクターストリートの手前に。そこはあれでしたね。そこでじゃがりこなんかあれ、まあまあまあまた今度載せるけど、その場で揚げてくれるじゃがりこのやつ食べたけど、多分それは広島にも多分あるんですよ、一応あるけど、広島はなんかあの新幹線のとことかじゃなくて多分 JR 構内かな、やけんなかなか使わないから、そう、そこ行かないから、そう買ったことないんですけど、東京駅の方で食べた、念願。なんかじゃがいもって感じ。じゃがい、果たしてじゃがりこかって言われたらあれやけど、いや、みんなが思ってるじゃがりこではないと思うけど、まあ一応じゃがりこという名の、まあまあまあジャガビーのやつですね。ポテリコ、ポテリコだ、ポテリコ、ポテリコ。食べた。そう、ほぼ、うん、本物のポテトに近い感じ多分もうじゃがりこではないかもしれないけど、美味しかったよ。昨日のフェスはですね、昼公演、なんか昼公演、昼公演ではないけど夕方、前編後編ってあって、前編はペダルと車輪と来た道、ペダルから始まって、後編がヘタレたちよから始まって、そのあっち昼は多分昼夜でサラがセンター、多分今回は1人1曲全員センターあったんですよ。7人行って8曲やって7曲 ?8 曲やって、そう全員センターあって、みちさんが2曲センターあって、こうサラがペダルから始まる方の、なんか多分誕生日っていうのがあって、お互いが、お互いが2人が誕生日っていうのがあって、多分そういう構成にしていただいたんだと思うんですけど、そうで前編がそうサラが始まる方で、後編がみちさんセンターの方から始まるっていうあれだったので、まあ一応どっちかって言えばっていう意味で前編をおすすめしたんですけど、そう衣装もね変えてね、前編はフラワー衣装着て、後編がヘタレの衣装でやったって感じ。アイドルコンテンツエキスポです。ヘタレの衣装似合う。なんかヘタレの衣装は細
細見えする気がする。なんか細見えっていうか、ピタッとしとるやつ。そう、そうフラワー、そう昨日ね一人だけピンクだったんですよ。サラだけフラワー。昨日初めてやったのは好きなれを初めてやりました。好きになれただけで幸せだ。好きになれただけで幸せだ。ソープキのポニーテールでした。どのアイドルよりも可愛かったです。ありがとうございます。アパレ、アッパレの金髪、アッパレさん、金髪の子が STA の子、ニーテの子が可愛かったって言ってました。あら、どこで言ってくれとった。嬉しい。そう、昨日7人で出て6人が髪短くて、まあ、短いっていうか、まあ短い、なっちゃんとかもまあ割と短い方、どっちかっていうと短い部類に入る人たちで、でみっちさんとまいはさんが髪切ってたから、ロングがサラしかいなくて昨日。そう、びっくりした。もうびっくりした。そうで7人編成、7人バージョンだったので、もうなんて言うんでしょう、こう初めて7人バージョンやるの初めてだったのでって感じでしたね。サビは合わせてショートにしてくれてもよかったのよって。せんわ、するわけないだろ。髪切るの流行っとる、流行っとるんかな。たまたまタイミング重なっただけじゃない。マヤハさんより身長高いんだね。高くないですよ、マヤハさんの方が高い。そう、7人だとね、結構なんかペダルとかも違うんですよね。フォーメーションというか結構違うんですよね。他のメンバー見分けづらかった。確かにみんな確かに、ね、あれなんか集合写真身長順みたいなみんな言っとったけど、たまたまやし、まやさんの方が高いしってさらは思ったよね。どなたとでもいいし、まあ同じなんかな、分からん。でもどれが乗っとった、
イカリンとも身長同じやけど、なんかサイカリンより高いみたいな言われるけど、でも同じなんですよ。こうちゃんと横に立ってみたら、まあ、多分立ち方とか写真の写り方によってそう見えるんかな。もうこっちの写真どれが載っとったっけ、これか、この方々との写真か。ボブ率が高すぎて、シティエンの方が5番目くらい、どうなんやろ。でもこうちゃんと身長を測ったことないか、どうでしょうね。でもサイカリンとこの前なんかこう話しとって、なんか知人だってなってこう喋っとって、そしたらうんって言ってこうピッてサイカリンが姿勢をこう正したら一緒だったんですよね。あ、ポニーはありそう。ポニー分高くはなるけどね。ここそうだからチャートリーの時にお団子はできないと思ったんですよ。あのクリスマスコンサートでお団子した時に、あのクリスマスコンサートの時は滝野さんもおるし、福田さんもおるし、マイケルさんとかもおるけん全然いいけど、チャートリーでお団子は絶対にしない絶対にしないって決めた。あのチャートリーでお団子、ポニーテールでも割と高く見えるのに、お団子をするとそのお団子のここまでなんかこう慎重にパッと見見えるじゃないですか、その分ってなるともう、まあ、目立つけどなんかあの周りが小さいっていうのもあって際立つからやらない。別にいいけど、いいけど、まあやらないって感じ。そうね、さやかりんと一緒に出るときはいいけど、この前の秋田の6人とかはちょっとできないポニーテールはもう身長高く見えようとなんであろうとするけど、お団子はしない。千葉さんもそんな低くないと思っとったけど、なんかね、やっぱこうパーって見たらあポンってサラダけポンってなる。一番やばかったのはあの千穂さんもいなかった時、あの千穂さんがおらんかったあの3月の初めてサラが出た時のあの時がやばかった。ひなさん、みなみさん、ありちゃん3人とサラ、タンタンタンドンみたいなバランスが、そうチャートリがね全体的に背が低い方が多いんですよね。気に入りっていうか、なんかさっきのメールにも書いたけど、ポニーテールがもう一番踊りやすいというか、そう踊りやすいし邪魔じゃないっていう。木体はいけるんですけど、ちょっとペダルとかをやるときはしい曲があるときはもう絶対にまとめ系ですね。でもなんかみんなにもスタッフさんにもまとめてる方が良いって言われる。
ロシはなんかいいよって言われるけど、それなんか個人的にあんま好きじゃないんですよね。踊りやすさだけではないけど、いろいろ総合的に一番自分の中で一番好き。どっちゃん、おいでませ元気さん、バラ、ケンジさん、犬、ライディンさん、かわいいギフト、スケさん、ユウちゃん、リュウイチさん、シバケンさん、ひなたさん、ピラシさん、朝香さん、赤犬サンタさん、めっちゃかわいいギフト、すっぴん隠しの術、ありがとうございます。ノミーズさん、ケンジさん、朝香さん、ヨシタさん、トシヤさん、なんかいっぱいハート、ユウちゃん、ありがとうございます。そうね、スペイベメンバーの7人だったので、あ、特に共通点のない7人でしたね。今日は25時、おお、東京 MX で見れるんですけど、 M キャスっていうアプリかな、入れれば見れるので、ぜひ見てください。東京 MX、 M キャスっていうアプリだったら見れます。血液型縛りどういうこと？全然普通に前日のスペイベで出てるメンバーですね。よいしょ。キャスで全国どこの人も見れるよね、多分。ててん、うん、どこに旅をしたか、何を歌ったかなどは、まあまあまあ、そう、見てみてください、放送を放送を見てくだされ。ここにいてる、そりゃそうでしょそうでしょ、先に言ったら面白くない。
アナログ太郎さん会ってない。そう、前回東京行っとった時にその東京 MX の、そうサラは出てなかったけど瀬戸内歌気分のやつ流れとってたまたま見れたんですけど、そう、そうそうそう、今回はギリギリいなかったですね。惜しい。前々回か、ん、いい歌気分、前々回胸息とか、胸息いつも出てるか、誰、胸息とオチが出とったやつ、2期生から2人だけが出とったやつ、1年前ぐらいかな、多分 CM 撮影で東京行っとった時やけん、そうそうそう、遊園地じゃない温泉の方、今回2回目だよね、え、だよね、前回で会っとるか、遊園地は別じゃない、あれは、あれはいい歌気分じゃない気がする、多分きっと、あ、そうね、ふーさんがまだおった時、ね、別よね。歌、なんか前回あのそのめっちゃ歌いにくそうにしてるなと思ってたんですよ、胸息と血が出とったやつ、そしたら「いやそういうそういうのないよ」って言っとって、でそしたら今回出てみたら本当にその歌いにくさが分かった、あの返ってこない、反響がないやつ、もう普通に音楽をそこで流してもらって歌ってるってだけなんですよ、だからマイクに入っとる自分の声すら聞こえない、カラオケよりもあれなんですよ、こうやってもう地声で歌っとるだけっていう状況で、めっちゃ歌いにくかった、超歌いにくかったんですけど、まあまあまあ見てみてください、ひどいことになっとる可能性もあるけど、まあまあまあそういうものだと思って、そうしかもまあまあ見たらわかるんですけど、場所が場所すぎてってなりながら 歌いました人はいなかった場所、うん、人はいない場所でサラはサラは歌ったんですけど、なんかもう返しがないし、ただもうこうやって歌ってるだけなんですよ、音楽聞こえてきて、音楽もいっぱい大きいわけじゃないしみんな先輩みんなに見守られながらっていう、まあそれが面白さではあるかもしれないんですけど返しもなくっていうあれでしたね、理由が分かった。でも放送は多分そのマイクに入っとるやつがこう流れてるんですよ、だから本当に本当ひどいパターンかもしれんけど、まあ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 、カズマさん、スグルさん、エンちゃん、カズマさん、バラと中だるまといっぱいありがとうございます、パーシモンさん、ゆうちゃん、しんやさん、ありがとうございます、よいしょ、ストーリーにも載せるか、ひなさんとの写真が意外とない、
さいませ。まあいいや、何時からだっけ。25時。結構遅いね。25時35。1時半。ひなちゃん、ひなぴよとのツーショットってひなちゃんは何と。いや全部、あそういうことか、身長が一緒に見えるってことか。いやでも基本もうさ、誰かと写真撮るときいつも膝曲がってますよいつも膝曲がってます。もうそれが当たり前なんですけど、膝が曲がっております。こうこうで、たまになんかこっちは合わせて下がってるのに、下がってるのに下がる人がいるんですよだからあなたは下がらないでっていつも言う時あるけど、合わせて下がっとるのに下がられたら意味ないから、下がらんでっていうくだり何回もやったことある今までに。誰かな、誰かな、でも結構あるあるです。多分下がられたら下がるんやろうけど下がったら意味ないから。何しようとしたっけ。ああ。ん？何しようとしたっけ。ああ。25時なら。25時ならまだまだだね。いついたっけ。写真写真写真あった。でもね、あんまね、場所、どっかの場所の写真を見したらあれになるからね、ネタバレになりますね。場所は載せずに。まあ旅で撮った写真はまたメールとか、メールとかブログに載せるので見てください。とりあえず放送がありますよってことですね。中野さん、朝香さん、ありがとうございます。瀬戸内と矢島さん、ありがとうございます、うん、話したいことは話したかな。そう、今日からメールがモバメに絵文字が送れるようになりました。やっとです、嬉しい。もういつもなんか顔文字、顔文字の中でもなんか凝っとる形のやつは送れなかったので、なんかそういうやっとって感じ。
ットですね、本当に。使えるものが限られて、タイトルに絵文字使っちゃうぐらい嬉しかった。いや、っていうよりかはいつもさ、タイトル書くことがないんですよ、別に。件名なしでも送りたいぐらい、もう基本題名ないよって時が多いから、ちょっとこれから題名が、件名がもう絵文字になるかもしれない。絵文字で表した方が表せる。件名なんかないよってなる時は、ちょっと糖分、そう、今までね顔文字しか使えなかったんですよね。点は一日の最後のメールが点ですよ。それもちゃんと意味があるんだから、そういう意味ない適当にやってるわけではないですよ。だって人に LINE 送るときって題名ないじゃないですか。それと一緒なんですよ。いちいち何かをさ送るときにさ、別にねね別に送ん、なんか送んないじゃないですか、題名とか。まあメール、仕事のメールとかはあるかもしれんけど、全然 LINE とかないじゃん。その感覚と一緒で、毎回毎回題名というか件名ないよって、あるときはあるんですけどね、ないときは本当にない。そう、メールを使って生きてきた時代じゃないからタイトルない。あるときはあるんですよ、ないときは本当に ないんですよね。悩ましいぐらい、ないないないって、ない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 って、59枚目のシングル出るんだ、知らんかった。これは明日の夜中、それとも今日の夜中の25時、どっち。確かに件名の絵文字から内容を予想して内容を見るのいいんじゃないですか。今回も AKB 単独の選抜なんか、明日の夜中か、ね、じゃあ MX とかぶってないね
誰なんでしょうね。私の個人的なオタ視点でのあれだと、まあそうですね、もう察しが早いことにグリグリグリユイユイさんがセンターだとそれは嬉しいですけどね。嬉しいですけどね。まあまあね、予想はね、まあ、したところで角さんバラありがとうございます。それは推しメンに選抜じゃない、選抜、まあセンターになってほしいな、それは当たり前ですけど、まあ、それは当たり前ですけど、まあ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 というか、そうですね、近々タワーのお礼も七並べのお礼配信も先月の1月分のお礼配信もしようと今月中で、とりあえず七並べのお礼配信もういつ、ここができない、明日七並べのお礼配信しますじゃないともうそれ暇なくなっちゃうので、明日七並べのお礼配信しまーす。まあ一応覚えておいてください。明日 STU で定期的に現れる STU48 でそうね、でまああさってか25か26ってさ、お話し会、ああ夜だよね多分ってなったら、まあ23か25にタワーのお礼もをどっちかにしたいと思いますみたいな感じで、感じでやっていきましょうね。そうね、2月もなんだかお忙しくなりましたね。なんか全然暖房が効かん、なんか福田さんが寒すぎてどうのこうのって言っとったけど本当寒い、最近また寒い、春はどこから来るのだろう。だったらね。東京も寒かったけど、うん。なんか今も寒い。なんか全然なんか空気がめっちゃ冷たい。全然なんか効いてない。
そうでも服はそうレッスン、そうレッスンは暑いんですよ逆に言うとね。あの冷房つけてるぐらい。あ、いたた。そうだから。一旦風速めっちゃ強くて。自動にしてみた、強めてみた。セーターティー着てない。セーターティーね、まだ見てないや。実物を、実物見てない。セーターティー、セーター祭に、まあ、間に合うように届くんじゃないですか。そう、セーター祭前乗りする人とかちょっと人によるかもしれんけど、ちょっとわからん。ワンチャン会場でも販売あるんじゃないかな。最初からね、全部会場で売ればいいのにとか言ったら、何か考えがあってそのその販売の仕方をしているかもしれないので、今の発言は撤回。風邪ひかないように今暖かくして。でもね、あのそのレッスンとかで汗をかいて帰ってきたその状態で、まだお風呂も入れてない状態で、なんていうの、部屋着とかを着たくないんですよねっていう。だからとりあえずこれ着てるけど、ヒートテックは着てるから。セーターティー普段着で使ってもいいもちろんもちろんご自由に、もちろんです。自分が良ければどうぞどうぞどうぞ。確かに11時半から。確かにそう考えたらね。前乗り多いと思うけど、まあでも間に合わんなと思ってる人は、あのサラはね、ヨシシ T シャツもありますからね。あのあれがある、あれを持ってる人あれでもいいよね。別に全然私服を着てもらっても全然いいわけなので、まあそこは全然気にしなくていいんですけど、間に合うならね、間に合いたいよねっていう話だよね。みんな的にもさ、そりゃっていう話ですよね。わかりますお気持ち。会場販売の可能性知らん知らん。でもさすがにあるんじゃない。ないことはないですよ。だって生誕祭の会場だもん。そういう、だってコンサートの
T シャツってさ、そのコンサートに売るじゃないですか。って考えたら、生誕祭に生誕T売ってなかったらどうしてくれるんだどうしてくれるんだって感じ。そう、売ってくださいって感じなので、売ってくれるんじゃないですか。食物繊維が取れるチョコ、ヨシシティワックスをくしゃくしゃにならんよね。くしゃくしゃならないよね。あれはそういう生地ですもんね。だから適当にぐしゃぐしゃに丸めてカバンに突っ込んできても多分大丈夫なんじゃない多分大丈夫だと、ちゃんと上に言ってって言ってるよ結構何でも結構言ってる、言ってるよ聞いてるよ。確かに、あ、そうか、受注販売か。確かに。なんでしょうね。今までも当日売ってないなら、当日売らない何か理由があるんじゃない？知らんけど。知らんけど。本当に知らないけど。何か理由があるんじゃないですか。すべてのことに意味があるんです。すべてのことには意味があるんです。きっと。それが納得できる理由なのかどうかはさておき、多分理由があるんですよ。あ、みんな言ってるね。これ復習しておくとこうか。こう言っています。こう言っているので打ってください。でもそうじゃない、多分理由はあるんですよきっと。何かしらその理由がみんなが納得いくというか、みんながあってなるような、いやいやそれはこうしろよって思うかもしれない理由かもしれないけど、多分きっと理由はあるんですよ理由はあるはずだから、まあ知らないけどね。こっちも分かってても言う時あるけど、ちゃんとこうしてほしいですって言うときあるけど、言うあれにもちょっと限度ってものがありますからね。それでちょっとうるさいこと思われてもね、困るので、ね、困るので、ね、でもスペビアサラがやりたいというか、サラが出した希望の通り全部してもらったので、瞬間シュートバーンもね、ちょっと準備してくれたし、まあ、あ、それとこれとは別なことはもちろん別なんですけど、まあ届くといいですね。届くといいですね。
じゃあそろそろランキング読もうかな。48位カタツムリさん、20また飛ばしてやる。13位 MJ さん、12位ヨシトさん、11位王さん、10位奥行さん、9位甲子園のフォーティエイト赤だよさん、8位ピロシさん、7位ゆうちゃん、6位おいでます元気さん、5位トシヤさん、4位朝香さん、3位竹雄さん、2位カズマさん、1位赤ヘルサンタさん、ありがとうございました。はい、では終わりたいと思います。それでは、あれ、よいしょ、ありがとうございました。なんか思った、バイバーイ。終われない、あ、終われる。